この度はジャガーミシンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。この DVD はミシンを楽しくスムーズにお使いいただくため、各部の紹介、使用方法、困った時の対処方法を分かりやすくまとめたものです。なお、映像の中にはご購入いただいた商品とは多少異なる場合もあります。付属の説明書とともにご覧いただき、ホームソーイングにお役立てください。基本セット。まず基本セットの内容を確認します。ミシン本体、電源コード、こちらの補助テーブルの中にはミシンの付属品が入っています。プーリーは手前に回すことにより針を上下させることができます。押さえ上げにより押さえを上げ下げします。押さえの交換方法、プーリーを回して針を上げ押さえを上げます。押さえ解放レバーを上げると押さえが外れます。使用する押さえをホルダーの真下に置き、押さえ上げを下げます。セット完了です。スタートストップスイッチ、スタートストップスイッチを押すとミシンがゆっくりスタートし、もう一度押すと針は一番上に上がって止まります。ゆっくり進むスイッチ、ミシンが動いているときにゆっくり進むスイッチを押すとゆっくりとした速度に変わります。押している間はゆっくり動き続け、スイッチから指を離すと針が一番上に上がってミシンは止まります。返し縫い、止め縫いスイッチ、返し縫い、止め縫いスイッチを押している間は返し縫いを続けます。直線縫いとジグザグ縫い以外の模様を選択して、縫い始めと縫い終わりに返し縫い、止め縫いスイッチを押すと、ほどけないように数針止め縫いをします。スピードコントロールつまみ。スピードコントロールつまみでお好みの速度に調節できます。縫いスピードは縫っている最中でもスピードコントロールつまみで自由に調節できます。模様番号選択ボタン、模様番号選択ボタンで縫いたい模様を設定します。10の位の数字は左のボタンを押し、1の位の数字は右のボタンを押して、液晶表示窓に選択した模様番号が表示されるようにします。縫い目長さ調節ボタン、模様を選んだとき、選んだ模様がきれいに縫えるように縫い目長さが自動設定されています。自動設定された数値にはアンダーラインが表示されます。お好みの縫い目長さへ変更したいときは縫い目長さ調節ボタンを押してください。縫っている間でも設定の変更が可能です。ジグザグ振り幅、直線針位置調節ボタン、模様を選んだとき、選んだ模様がきれいに縫えるようにジグザグの振り幅が設定されています。また直線縫いのときは針位置が自動設定されています。自動設定された数値にはアンダーラインが表示されます。お好みのジグザグ振り幅へ変更したいときはジグザグ振り幅調節ボタンを押してください。縫っている間でも設定の変更が可能です。
直線縫いは縫い位置を13箇所から自由に選択できます。上糸調子ダイヤル。上糸の調子を調節するためのダイヤルです。通常の場合は5に合わせてください。これが標準です。フリーアーム。補助テーブルを外すと筒縫いに便利なフリーアームになります。セッティング。ミシンのセッティングを行います。必ず電源スイッチがオフの状態で、電源コードをミシン本体コンセントの順に差し込んでください。電源スイッチを入れます。同時に手元ライトが点灯しセット完了です。下糸を巻く。下糸を巻くにはまず糸立て棒を起こします。糸立て棒に糸ごまを入れ、糸ごま押さえをかぶせます。次に糸を糸案内、下糸巻き案内に通します。ボビンの内側から糸を通し、下糸巻き軸にはめ込み、右側にカチッと音がするまで押します。液晶表示窓にこのように表示されます。糸の端を持ち、ミシン正面のスタートストップスイッチを押してスタートさせます。ボビンが数回転したら一旦止め、巻き始めの糸を切ってください。再度スタートストップスイッチを押してスタートさせます。下糸が巻き終わったら回転が止まりますので、再度スイッチを押してミシンを止めてください。糸を切ってください。その後下糸巻き軸を左に戻し、ボビンを取り出してください。下糸のセット。下糸をセットするには最初に押さえを上げ、フーディーを手前に回して針を一番上に上げます。次に補助テーブルを外し、釜カバーを開けます。ボビンケースのつまみを起こし、ボビンケースを取り出してください。ボビンケースにボビンが入っているときはつまみを閉じるとボビンが取り出せます。糸を時計回りに出してボビンケースに入れます。糸を糸溝から調子バネの下へカチッと音がするまで滑り込ませます。糸は10センチほど引き出しておきます。ボビンケースの角が真上になるようにつまみを持ち、角を釜の溝に合わせてはめ込みます。その時糸はボビンケースの手前に出しておきます。釜カバーを閉めます。上糸のかけ方。上糸をかけるには最初に必ず押さえを上げ、プーリーを手前に回し、天秤を一番上に上げます。糸をかける順はまず糸ごまから糸を引き出し、両手で糸案内に糸をかけ、溝に沿って下へ引っ張ります。次に右から左へ U ターンさせ天秤にかけます。そのまま溝に沿って下へ引っ張り、針棒糸案内に糸をかけます。自動糸通し器。自動糸通し器を使う場合は押さえを下げ、プーディーを手前に回して針を一番上まで上げてください。
糸通し機のレバーを一番下まで下げ、後ろに押して糸通し鍵が針穴に入るように回転させます。この時針が一番上に上がっていないとレバーは回転しません。針穴に糸通し鍵が通らないまま無理に押し下げると糸通し鍵が曲がり針穴に通らなくなることがありますのでご注意ください。針棒を糸案内に通した上糸をガイドと糸通し鍵にかけ、やや上にして軽く掴んでください。レバーを後ろから前に軽く引くと糸が輪になって針穴に通ります。最後に輪の部分を持ち、上糸を向こう側に引き出してください。では自動糸通し機の使用方法を CG を使って説明します。自動糸通し機を一番下まで下げます。これが糸通し鍵です。レバーを後ろに押すと自動糸通し機が回り、針穴に糸通し鍵が通ります。糸を針棒糸案内ガイドの順にかけていき、最後に糸通し鍵にかけます。糸をゆったりとさせて持ち、自動糸通し機を回して上に上げます。このように糸が針穴に通ります。輪になった糸を針穴から引き出して完了です。下糸の引き上げ。下糸を引き上げるには押さえを上げ、上糸を左手で持ち、プーリーを手前に1回転させます。上糸を軽く引き上げると下糸が上糸について上がってきます。両方の糸を押さえの下に通して向こう側に10センチほど引き出してください。直線縫い。では実際の縫い方について説明します。まず最初に直線縫いをしてみましょう。模様番号、選択ボタンを押し直線縫いを選びます。直線縫い00にします。布を押さえの下に入れ押さえを下げます。プーリーを手前に回し布に針を刺します。次にスピードコントロールのつまみを動かし、お好みの速度に調整します。軽く布地に手を添えてスタート・ストップスイッチを押すと縫い始めます。縫いスピードは縫っている途中でも自由に調節できます。端まで来たら返し縫いスイッチを押して返し縫いをしておくと糸がほつれにくくなります。押さえを上げ布を向こう側に引き出します。糸切りで糸を切ります。上糸調子。直線縫いの場合、上糸と下糸が布の中間で絡み合うのが正常な糸調子です。使用する糸の太さ、種類によっては調節が必要です。上糸が強い場合、布の表に下糸が出てしまいます。この場合は上糸調子ダイヤルを数字の小さい方に回して上糸を弱めます。上糸が弱い場合は布の裏に上糸が出てしまうので、ダイヤルを数字の大きい方に回して上糸調子を強めます。立ち目かがり。立ち目かがりとは、裁断したところがほつれないようにする縫い方です。
模様番号選択ボタンを押しオーバーロック、もしくは点線ジグザグ縫いを選択して布の端を縫います。隠し縫い。模様番号選択ボタンを押し隠し縫いを選びます。隠し縫いではこのように布の右端を裁ち目かがりにするか2つ折りにします。出来上がり線に沿って布を折り、折り山から約7から8ミリ入ったところから裾に向かってこのように待ち針で留めます。留めた待ち針を持って折り返します。針が左に触れた時に折り山をわずかに刺すように縫っていきます。待ち針は押さえの手前に来たら順に抜いていきます。このように表から糸が目立たず縫い上がります。ボタンホール縫い。ボタンホール縫いをするにはまず押さえをボタンホール押さえに交換します。押さえを上げ、プーリーを手前に回して針を一番上に上げます。押さえ開放レバーを押すと押さえが外れます。ボタンホール押さえをホルダーの真下に置きます。押さえ上げレバーを下げます。ボタンホール押さえにボタンをセットします。ストッパー A、B の間にボタンホールレバーを下ろします。上糸をボタンホール押さえの下に入れ、下糸と一緒に後ろへ引き出します。縫い始めの位置を決め、押さえのマークを合わせて下げます。模様番号選択ボタンを押しボタンホールを選びます。スタート・ストップスイッチを押しミシンを動かします。自動でボタンに合ったボタンホールを縫い上げます。シームリッパーで中央の布地を切り開き完成です。その際、縫い糸を切らないように注意してください。針の取り替え。針の取り替えは必ず電源スイッチを切ってから行ってください。プーリーを手前に回して針を上げます。次に左手で針を支え、針板用ドライバーを使って針止めネジを緩めて針を抜きます。新しい針を用意し、このように針の平らなところが向こう側になるように持ちます。針が止まるところまで針棒にゆっくりと確実に差し込みます。最後に左手で針を持ったまま針止めネジをしっかり締めてください。薄い生地、伸び縮みする生地の場合。薄い生地を縫う場合は細い針とそれに合った糸を使用し、縫い目を細かくしてください。また布の下に薄い紙を敷くと目飛びや縫いしわを防ぐことができます。縫い終わったら紙は取り除いてください。またジャージなどの伸び縮みする生地にはニット専用の針と糸を使用してください。
厚い生地の場合、ジーンズなどの生地には16番の針とそれに合った糸を使用してください。布送りがスムーズでない場合は手で布の送りを助けながら縫ってください。布の厚みに段差がある場合はあらかじめアイロンをかけ段差を少なくしておくと縫いやすくなります。それでも段差が大きいときは段の手前で一度ミシンを止めて針を刺し押さえを上げます。同じ厚さの布地や厚紙を押さえの下に敷き押さえを下ろしてから再び縫い始めます。段差をなくすことで布送りがスムーズになり目飛びも防げます。タオル地の場合、タオルで雑巾などを縫う場合、タオルの種類によっては布送りが悪くなる場合があります。布の下に紙を敷き16番の針とそれに合った糸を使用し、布送りは最大にしゆっくりとしたスピードで縫ってください。縫い終わったら紙は取り除いてください。ミシンを長くお使いいただくためには日頃の定期的なお手入れが必要です。お手入れの前には必ず電源スイッチをオフにして電源コードを抜いて作業を始めてください。釜および送り場の掃除、掃除をするときは最初に針を一番上まで上げておきます。釜カバーを開けます。ボビンケースのつまみを起こし取り出します。大釜蓋押さえを左右に開きます。大釜蓋を外します。中釜を外します。ブラシで釜の周りを掃除してください。掃除が終わったら中釜を戻します。大釜の溝に大釜蓋のピンを合わせてはめ込みます。大釜蓋押さえをカチッと音がするまで完全に戻してください。押さえを外します。針板のネジを付属のドライバーで緩めます。針板を取り外します。ブラシで糸くずやほこりを掃除してください。針板を元通りに取り付けます。ミシンが故障かなと思ったら一度次に上げる原因を確かめてみましょう。トラブルの内容により液晶表示窓にエラーメッセージが表示されることがあります。詳しくは説明書かこの DVD の液晶表示メッセージをご覧ください。電源が入らない場合、電源コードが電源コード差し込み口に正しく差し込まれていますか？電源コードは電源スイッチがオフの状態であることを確認し、ミシン本体に確実に差し込んでください。次にコンセントに差し込んでください。電源スイッチがオンになっていますか？ミシンを使用するときは電源スイッチをオンにしてください。針が動かない、
布を送らない場合、下糸巻き軸が左側に戻っていますか？右に寄っているときは下糸巻き軸だけが動き、針は作動しませんので、必ず右から左へ戻してください。フットコントローラーを取り付けていませんか？フットコントローラーを取り付けた状態ではスタート・ストップスイッチは作動しません。スタート・ストップスイッチを使うときは電源を切り、フットコントローラーを外してください。布裏で糸が絡んでいませんか？上糸のかけ方が間違っていたり、上糸が上糸調子皿から抜けていると、このような糸絡みの原因になります。念のため押さえを上げて、もう一度上糸をかけ直してください。上糸をかけるには、最初に必ず押さえを上げ、プーリーを手前に回して天秤を一番上に上げます。糸をかける順は、まず糸ごまから糸を引き出し、両手で糸案内に糸をかけ、溝に沿って下へ引っ張ります。次に右から左へ U ターンさせ、天秤にかけます。そのまま溝に沿って下へ引っ張り、針棒糸案内に糸をかけます。押さえが上がったままになっていませんか？押さえが上がったままですと布が遅れませんので、下ろしてください。また薄い生地やタオル地の場合は、布の下に薄い紙を敷いて送りを良くしてみてください。縫い目長さがゼロになっていませんか？回転が重い場合、音が高い場合、送り場や釜に糸くずやほこりがたまっていませんか？掃除をするときは必ず電源スイッチをオフにし、電源コードを抜いて針を一番上まで上げておきます。釜カバーを開けます。ボビンケースのつまみを起こし取り出します。大釜蓋押さえを左右に開きます。大釜蓋を外します。中釜を外します。ブラシで釜の周りを掃除してください。掃除が終わったら中釜を戻します。大釜の溝に大釜蓋のピンを合わせてはめ込みます。大釜蓋押さえをカチッと音がするまで完全に戻してください。押さえを外します。針板のネジを付属のドライバーで緩めます。針板を取り外します。ブラシで糸くずやほこりを掃除してください。針板を元通りに取り付けます。針先が潰れたり曲がったりしていませんか？念のため新しい針に交換してみてください。縫い目が飛ぶ場合、上糸のかけ方が間違っていませんか？念のため押さえを上げて、もう一度上糸をかけ直してください。針先が潰れたり曲がったりしていませんか？新しい針に交換してみてください。布に合った針と糸を使っていますか？ジャージなど伸び縮みする生地にはニット専用の針と糸を使ってください。また薄い布を縫う場合は、布の下に薄い紙を敷いてください。針が折れる場合、針が正しくセットされていますか？取り付け方向などを確認してください。
針の平らな部分が向こう側になるようにセットしてください。上糸のかけ方が間違っていませんか？布に合った針と糸を使っていますか？デニムやキルティングなどの厚い布の場合には、太い16番の針を使用してください。布を強く引っ張っていませんか？あまり強く引っ張りすぎると針が折れる場合がありますのでご注意ください。糸が切れる場合、上糸がつる場合、上糸のかけ方が間違っていませんか？念のために上糸をかけ直してみてください。下糸の調子は正常ですか？下糸の調子を確認するには、まずボビンケースを調子バネの下から出た下糸の端を持ち、ボビンをぶら下げます。その後上下に軽く振ってください。少しずつ繰り出せば正常です。スルスルとボビンケースが落ちていったり、全く落ちない場合は調整の必要があります。調整はボビンケース側面のこの調整ネジで行います。調整するにはボビンケースのつまみがある方を右に向けて持ちます。調整ネジを時計回りに回すと下糸調子は強くなり、反対に回すと弱くなります。調整ネジは4分の1回転以内で少しずつ回してください。針先が潰れたり曲がったりしていませんか？念のため新しい針に交換してみてください。布にシワが寄る場合、針先が潰れたり曲がったりしていませんか？念のため新しい針に交換してみてください。薄い布に太い針を使っていませんか？布に合った針を使用してください。上糸の調子は強すぎていませんか？薄い布を縫う場合、上糸調子を弱めにして縫い目長さを短めにし、布の下に薄い紙を敷くと目飛びや縫いシワを防ぐことができます。厚い生地が縫えない場合、細い針を使っていませんか？デニムやキルティングなどの厚い布を縫う場合には、太い16番の針を使用してください。布の厚みに段差がある場合はアイロンをかけるなどして、できるだけ段差を平らにして縫ってください。縫っている最中に下糸巻き軸の位置が右になりました。下糸巻き軸の位置を左に戻してください。ボタンホールレバーの位置が正しくありません。ボタンホールを縫うときはレバーを下げてください。ボタンホール以外の模様を縫うときはレバーを上げてください。フットコントローラーを取り付けた状態でスタートストップスイッチが押されました。フットコントローラーを取り付けた状態ではスタートストップスイッチは作動しません。スタートストップスイッチを使うときは電源を切り、フットコントローラーを外してください。フットコントローラーの操作中にフットコントローラーが外れました。フットコントローラーを取り付けてください。釜部分に糸が絡んだなどの理由でミシンが動かなくなり自動的に停止しました。まずミシンの電源を切り、原因を取り除いてください。ボタンホール縫いの選択時に返し縫いスイッチが押されました。ボタンホール縫いは終了時に自動的に止め縫いをしますので返し縫いは不要です。下糸巻きの操作中です。下糸巻きが終わってから
下糸巻き軸を左に戻すと通常表示に戻ります。フットコントローラー。ミシンの電源をオフにし、フットコントローラーのピンをミシンのジャックに差し込んでください。フットコントローラー使用時はスピードコントロールで、速度は一番速いに設定しておきます。フットコントローラーを踏むとミシンがスタートします。深く踏むと速い速度になるので、最初は軽く踏んで緩い速度で縫い始めてください。大型テーブル。大型テーブルを使用すると手元が広くなり、大きなものを縫うときなどに便利です。取り付け方法は、大型テーブルの裏面にある足を立てます。案内ピンの位置を確認し、大型テーブルもミシンに沿って滑らせながら差し込みます。スーパーラウンドロック。布地を裁断しながら同時に縁かがりができます。取り付けは必ず電源スイッチを切ってから行ってください。押さえを上げ、押さえ金を外し、専用押さえを取り付けます。針止めネジにホークをかけ、ピン穴を合わせ、レバーを下げます。これでセット完了です。ジグザグ振り幅を最大に合わせ、布に2センチほど切り込みを入れ、スーパーラウンドロックにセットし縫い始めます。曲線でも自由に布地を裁断しながら同時に縁かがりができます。ここからは様々な押さえの紹介をします。ファスナー押さえ。ファスナーを縫い付けるのに使用します。ボタン付け押さえ。押さえを外し、ダーニングプレートの下部についているピンを針板の取り付け穴に差し込んでプレートを固定します。ボタン付け押さえを取り付けます。布のボタンを取り付ける位置にボタンを置き、押さえを下ろします。電源を入れ、縫い模様をボタン付けに合わせ、プーリーを回し、左右のボタン穴に針が落ちるか確認します。必要ならば振り幅を微調整します。速度をゆっくりに調整します。スタートストップスイッチを押し、10針くらい縫い、返し縫い、止め縫いスイッチを押して止め縫いをします。コンシールファスナー押さえ。コンシールファスナーを取り付けるのに使用します。ファスナーの刃を溝に挟んで縫い付けることが可能です。ローラー押さえ。送りにくい布地を縫うときに使用します。押さえについているローラーが布をスムーズに送ります。直線縫い押さえ。直線縫い専用の押さえです。薄地の布を縫うのに適しています。三つ巻き押さえ。布端を三つ折りにして縫うことができます。端縫い押さえ。立ち目かがり用の押さえです。隠し縫い押さえ。スカートやズボンなどの裾をまつり上げるのに便利です。いかがでしたか？ミシンの使い方やお手入れの方法、
故障かなと思った時のチェックポイント、お分かりいただけましたでしょうか。これからもソーイングを楽しんでいただき、作品作りのパートナーとしてジャガーミシンを末永くご愛用ください。